今日ね、この客単価をここに上げていく、では本当に2000円ぐらいで帰るはずのお客さんが2万8000円ぐらいで帰ったっていう、客単価がボーンってその日に上がったっていう、あの客単価の話なんだけど、まあこれね、何かっていうと俺なんだよね、俺の話、実体験なんだけど、俺この間めちゃくちゃ感動することがあって、まあ打ち合わせだったから5時からが、で俺髪の毛もセットしなくて、髪の毛セットしなきゃいけないなと思って、俺自分で髪の毛セットできないじゃん、だからあの美容室でセットしたかったよ。でもその時銀座にいて、銀座の、まあ、髪の毛のセットだけでちょっと行くのもなんかちょっと気まずいなとも思いつつもさ、単発だしね、女の子とかじゃないからさ、まあでも近くの美容室ってここに検索して、で近くに一番近くの美容室が出たからそこに行ったんだ。そこであの髪の毛のセットだけってお願いできますかって、大丈夫ですかって言ったら、あ全然大丈夫ですよって結構ウェルカムな感じで迎えてくれて、で髪の毛のセットだけってあんまり普段やったことがなくて、ってあの金額料金1800円ぐらいいただいちゃっても大丈夫ですかって言われたの。いつも自分の地元の美容室行くんだけど、1500円なんでね、髪の毛のセットしても1回1500円でセットしてもらってるんだけど、そ銀座だったからさ、俺まあ3500円ぐらいかなって思ってたの、勝手にぐらいだったらいいなみたいな。そ1800円だったから俺結構びっくりしちゃって、あそんな安いんだって思ってね。そいつもさ、こうね、地元でセットしてもらうときは、まあ、シャンプーとか軽くバーって鳴らしてセットしてすぐ出てくるから、まあそんぐらいのクオリティをね、あの求めてたっていうか、それで十分なんだけど、まあ、まず、ね、鏡がある部屋みたいなところに通されて、どんな感じでセットしますかって言って、まあ、これこれこれ購入お願いしますみたいな話をして、じゃあシャンプーの方入っていきますねって言われて、シャンプー台まで移されて、でそこでメニューみたいなの見せられてさ、フェイスマスクのこのアロマをお付けするんですけど、どの匂いがいいですかって何種類か書いてあって、まあそれ俺ラベンダー選んだんだけど、でラベンダーの匂いつけて、その時に俺思ったのさ、わすごいなって、1800円なのにここまでやってくれるんだって思いながら、でこのシャンプーもさ2種類の中から選ばせてくれて、シャンプー購入してくれて、結構マッサージとかもヘッドマッサージとかも軽く入れてくれて、結構丁寧だったの。だから逆に申し訳なくなっちゃって、なんかここまでやってもらって1800円で買えるのってちょっと気まずいなって、でも逆にすごいなぐらいな思ってて、でここにシャンプーが終わって、ここにシャンプー台がさ上がるじゃん、ここに倒れてて、でお帰りとこないですかみたいな感じで終わって、シャンプー台がここに上がった時に、そう見たら俺その日雨降ってたよね。で雨降ってて、でまあ受付のとこでバッグを預けてたので、したらその受付のレジのとこで、そこにいた男の人が、男性スタッフが、あの俺のバッグを持って拭いてたのよね。それ見た時に何やってんだろうと思って、あのでも 目が悪いから多分俺のバッグだろうなぐらいな、なんかちょっと微妙な感じだったんだけど、俺そのシャンプーしてくれてた店員さんに、あれあのバッグって自分のバッグですかって言ったら、あそうです、お客様のバッグですって、拭いてくれてるんですかって言ったら、あそうですって、雨で濡れちゃってたんで、あの雨の日あのバッグとか濡れてたら拭かせていただいてるんですよねってやる時に、俺すげえ感動して、ここまでやるかって、ここまでやるかの連続だったよね。フェイスマスク、アロマ付きのフェイスカバーから始まって、このシャンプーだったりが選べたりとか、このシャンプーにマッサージもつけてくれたりとか、でその中でここに上がった時に、ここにバッグを拭いてくれてた人の行動を見た時に、その感動と驚きの連続で、わすごいなって思いながら、ここにじゃあセットし、いざセットしますってんで、椅子に案内されて、そこに座った時に、何飲みますかって言われて、飲み物のメニューまで出てきたの。そしてさ、普通カラーとかをさやった時にさ飲み物出してくれるレベルじゃない、美容室って。でまあそこはそういうコンセプト、おもてなしみたいなコンセプトにやってんだろうなって思って、本当に1800円のにこんなにもらっちゃっていいんですかって言ったら、全然いいんですよって言ってくれて、まあ飲み物もいただいて、でセットもしてもらって、でそれでレジに行くじゃない。その時にさ、俺このもう心からなんだろう、1800円で帰りたくないなって思ったの。でもさ、髪の毛も切る時間もない、切る予定もないし、もともとかといって染めるのもあれだし、ヘッドスパとかもうセットしちゃってるからさ、ヘッドスパとか今からなんか入れるのもあれだしなって思って、どうしようかなと思って、その時売り物シャンプーとかがバーって並んでたから、俺そのシャンプーをね、その後その日夜がちょうど7人ぐらいで会食の日だったから、あのじゃあお土産でプレゼントで買っておこうと思って、その会食にいるメンバー7人って若さが7人分の、ね、シャンプー買ったの。そしたらお会計が3万円だったよね。その時に俺は、うん、妥当だなって思った。で何が言いたいかっていうと、あのほとんどのやつがマジで間違ってんだよね。ビジネスとか人間関係とかを間違ってて、 SNS で質問してくる人もそう、何か教えてください、何かください、絶対みんな必ず自分が最初に与えてもらうことを考えてるのよ、ほとんどの人が。これビジネスもそう、お客さんが来て、ここにお客さんからお金をもらって利益を作ろう、ね、お客さんに何人来てもらって客単価5000円にして、客単価を上げて500円でも上げて1000円でも上げて、で利益をこんぐらい確保しようって、先に与えてもらうことを考えてもらってる人たちがほとんどなのよ。だからうまくいかないんさ、だからいつまで経ってもお前のところの売り上げ上がんねえんだよって思うの。でもね、俺その時に、俺は自分より与えてもらったなって思ったんだよね。この人たちはここまでのことを与えてくれたと、だからそれに対してはしっかり返していかなきゃいけないから、本当は別にシャンプーなんかいらなかったしさ、別に自分が使うわけでもないし、本当だったら俺はその日1800円で買える予定だった。でも
その人たちのその行動一つで3万円になって帰ったわけ。客単価1800円のお客さんが3万円になるって、しかも美容室の客単価で3万円ってだいぶ高いお客さんだと思うんだよね。でもそれって、そこの客単価を上げたのってその人たちの全部行動なわけよ。その行動って何かお金がかかるものってありましたかって言ったら、ないんだよね。まあ確かに水はね、出したその仕入れ料はかかる。でもシャンプーで少し丁寧にマッサージをするとか、こうね、アロマのフェイスマスクを渡すっていうのはいくらもいかないじゃん。でバッグを拭く作業に関しては0円よ。それができるって言ったら、まあちょっと上からになっちゃうけど、そういうことを自然とできるお店だったんだよね。だから俺この店って流行ってるんだろうなと思ったの。ビジネスもそうだし、人間関係もそうだし、全てにおいてギブアンドテイクじゃないわけよ。ギブアンドギブなんだよね。だから最後、与えることが上手な人、もうとにかくいつも人に、自分よりも人に与えてる、一つ与えて二つ与えて、相手から与えられることもないのにまた三つ与えてって人が、最後見てみるとさ、一番与えてもらってるじゃん、その人たちって。だからその感覚が分かってない人たちが多すぎるんだね。だから売り上げを上げる、利益を上げる、だったらまずそのお客様に先に与えなきゃいけない。先に相手が喜ぶこと、相手がワクワクすること、相手が面白いと思うことは 何なのかっていうのを考えて、それを自分が与えてもらってる以上に先に与えるから、その対価として最後にもっと大きな収入が入ってくるのに、先にみんな一番最初に計算するところが会社の売上、会社の利益ってなるから、いつまで経っても売上が上がらないし、利益も上がらないし、客単価もそのままなんだよね。流行ってる飲食店もそうだし、流行ってる美容室もそうだし、絶対的にその商品に対しての付加価値っていうサービスが必ず大きいんだよね。少しでもね、店舗ビジネスとかをやってて客単価を上げたいんだったら、客単価を上げる仕組みで、この客単価を上げる仕組みっていうのは、お金をかけないものの方が客単価っていうのは上がると俺は思ってるんだ。でうちのお店なんかは結構演出系にこだわるし、それは何でかって、じゃあお客さんがシャンパンを入れてくれました、シャンパンを入れる人たちの心理って何なんだろうかって、シャンパンを入れる人たちは女の子に見栄が張りたかったりとか、ここに周りでちょっと格好よく思われたかったりとか、ね、誰かに対してのプレゼントだったりとかね、じゃあ女の子を喜ばせたくて、女の子にここにプレゼントでじゃあシャンパンを入れるとかって時に、その演出でさらに女の子を喜ばせたりとか、お客さんを喜ばせたりとかすることによって、またここでボトル入れたいなって、もうちょっと高いもの入れたいな、なんかもう一本入れてあげたいなとか、そういう風になって客単価がどんどん上がっていくわけじゃん。だから結局利益、収入、売上なんていうのは、まあ、顧客満足度なわけじゃない。その顧客満足度っていうのは、そのいかにこっちが与えたかなんだよね。だから先に絶対にお金を追っかけちゃいけない。俺は本当にその時に与えてもらったなって思うものが多かったから、こんだけ与えてもらって1800円で買えるわけにいかないと。だから3万円だった。1800円が3万円になる。本当にそういう細かいことね。だから人間関係、友達でもそう、誰かに何か教わる時もそう、全部先に自分が与えてもらおう、自分は成功したい、金持ちになりたい、だからお金持ちの人から何か意見を聞く、ね、成功者からアドバイスをもらう、何をしたらいいですか聞くって、それ全部テイクじゃん。全部相手からもらおうとしてるじゃん。じゃなくて、自分がその人のために何をやったらその人が喜ぶのか、その人のために利益になるような人間でいようって思って、そのギブで与え続けられてるやつがやっぱり最後絶対成功するから。だからね、本当に俺ちょっとその感動したのよ、その本当にその話を、その話ちょっとしたくて。だから俺は本当にこの動画、まず誰に一番見てほしいかって言ったら、うちの社員に見てほしい。もちろんね、他の人にも見てもらいたいけど、うちの社員に一番に見てほしいなって。それを忘れちゃいけない。もう絶対に与えること、自分が与えて、相手からも与えてもら、相手からは与えてもらえてないなって、自分こんなに与えてるのに相手はなんかあんまり与えてくれてないなって思ったら、何をするかって、自分がさらに与えるしかない。そしたら必ず返ってくる。うちの会社もそういう会社であるべきだなって思ったし、もっとそうにしてあげたいなって、もっとお客さんのために何かしてあげたいなって思った。人を幸せにした数だよね、売り上げってね。ということで終わり。はい、今日の動画最後まで視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、インスタグラムとツイッターのフォロー、何度も言ってますがよろしくお願いします。まだしてない方たくさんおられると思いますので、ぜひやってください。この後は友達の誕生日会なんで行ってまいりたいと思います。バイバイ。